カンブリアナイトを主催しています新庄です。カンブリアナイトのカンブリアっていうのはカンブリア紀から取っています。カンブリア紀っていうのは生物の多様性が爆発的に増えたって言われています。いわゆるカンブリアンエクスプロージョンって言われるものです。生物が初めて目を手に入れたことによって、進化の多様性が爆発的に増えたんじゃないかっていうような説があります。で、今いろんなセンサーが作られているんですけど、これはテクノロジーによって生み出された人類が新しく手に入れた目なんじゃないかなっていうふうに考えています。そのいろいろなものが見えるようになったことで、さらにそれを解析することでいろんなことが分かるようになります。そうするといろんな課題が分かるようになって、原因が分かるようになるので、いろんな介入ができるようになります。そうすると人々の生活が変わる。この見える、分かる、できる、変わる、このループを作れると、さまざまな課題に対してさまざまな多様な介入サービスができるようになるんじゃないか。さまざまなサービスの多様性爆発、生物の多様性が爆発したように、さまざまなサービスの多様性爆発を生み出せるんじゃないかというふうに考えて、カンブリアっていう名前をつけました。ただ残念なことに、見える分かるをやっている人たちっていうのはテクノロジーの会社がとても多いです。テクノロジーの会社は介入まではできないので、見える分かる、分かった状況を直接エンドユーザーに戻してしまうので、状況が悪い、具合が悪いのは分かったんだけど、どうすれば直せるかが分からないので、人々の生活が変わらない。で、変わるっていうことを、できるっていう領域をやっている人、できる領域をやっている人たちは、スポーツトレーナーだったり、職の人だったり、介護だったり、育児だったり、教育だったり、心理臨床の人だったり、とてもアナログな介入のサービスをやっている人たちが多いです。直接人に触れるようなサービスです。で、この人たちはテクノロジーから遠いところにいるので、今あるセンサーと解析の技術を十分に活用できてないという状況があります。なので、この見える分かる領域のテクノロジーの人と介入できる領域の人たちが出会う場を作りたいと思っています。ただ大人、日本人の大人は特にそうなんですけど、会議室で名刺交換をするとすごく構えてしまうので、かたくなになってしまって、なかなか企業の規模とか立場とかで胸襟を割って話すことができなかったりするので、最初から飲ませるっていう、1000円で飲み会っていうイベントをやって、みんなで仲良くフラットにどういう世界を作りたいかっていう根本的な世界観のところから握り合える場所を作りたいと思って、カンブリアナイトを開催しました。エッジオブとカンブリアの関係は、僕とアレックスの関係性からちょっと話をすると、もう十数年っていう付き合いなんですけれども、その中で一緒にいろんなプロジェクトをやったりやらなかったりっていう時期があって、今でも家族ぐるみで付き合いをしてるんですけれども、彼が新しくエッジオブを作るっていう話になって、でここがまだ出来上がる前からいろんな話を聞いて見に来ていて、でそのコミュニティ同士がこうサイロ化していくっていう中で、コミュニティ感をより結びつけられるようなメタコミュニティっていう存在がすごく重要なんじゃないか、これからの世界においてっていうことを彼は言っていて、で僕もまさにその通りだなと思って、カンブリアの考え方とエッジオブって実はすごく近しいところがあるんじゃないかっていうので、でエッジオブでちょっとやってみたらみたいな話で、エッジオブのオープン前に一度カンブリアナイトを昔開催させてもらったことがあります。でその時にやっぱりこの空間ってこう完成しきってない感じで、いろんな人たちが入ってきながらも、なんだろうな、こう自分たちがここを作っていける一部になれるんじゃないかっていう可能性を感じられる失礼が出来上がっているところにすごく面白さがあると思っています。で文化的にも多様な厚みがあると思っていて、僕も昔お茶をやってたことがあるんですけど、地下室に茶室みたいなものがあって、あそこは実はコミュニケーションをデザインする上で非常に使い勝手がいいっていうか、実験的なことができる場所があったり、それを単純に旧来の作り方をするだけじゃなく、現在のテクノロジーをうまく絡めた形で新しい解釈で従来のメソッドっていうものを現代にもう一回適用させるみたいなところをトライしている感じがエッジオブのすごく面白いところで、
カンブリアナイトをやっていく上で非常に面白い場所なんじゃないかなというふうに感じています。